愛する者の夕日のため、愛しき者と共にあるため。美しき花たちは深夜の戦場に麗しく咲き誇った。蔡文姬、秦輝らの率いる魏の奇襲部隊は撤退。孫権は戦闘による遅れを取り戻すべく、徐南へと進軍を再開する。一方、寿春方面軍は一足早く徐南へと到着。徐南の地を堅守する芝一族の軍と対峙していた。芝一族、芝居を王とし知略をもってなるかも。その防備を破るにはそれ以上の知略と武勇を要する。そこへ甲賀川の本隊から先行してきた陸遜らが合流。本隊の合流を前に芝市の壁を破るべく行動を開始する。陸遜、呂宿、呂蒙、そして小強が徐南に孫吾の知遇を示す。呂宿、堂々乱世を渡らん。呂宿殿と陸遜との戦線か。これは心強い限りだ。俺も知遇のすべてをかけて当たらねばな。先達にも後進にも無様な姿は見せられん。本隊が合流する前に芝一族を潰す。できないこともないが、かなり厳しいぞ。先見で来たのか。はい、殿の命により参りました。呂宿殿、呂蒙殿と諸々を整えておけと。それだけ心が熱いということか。よくやっているようだな、陸遜。いえ、私など若輩でまだまだ学ばねばなりません。うん、ならば今は芝一族に教えを請うとする。芝一族、魏の重鎮ですか。彼らがここ徐南を守っているのですね。俺たちの合流地点は読めていた。向こうも相応の準備はできているだろうな。なるほど。ではそれを上回る策で破るまでですね。こちらもお前と俺、そして呂蒙がいる。孫吾の血を見せてやるとしよう。では行くぞ。芝一族を破り徐南一帯を制するぞ。敵は知略に長け、注意を怠るなよ。バカめ、まんまと入ってきよったわ。門を閉じ奴らを分断せよ。されたか。仕方ない、各軍そのまま進め。後で合流を試みるぞ。来やがれ。お前なんざひとひねりだ。これしかない。道が開けた。風で押し返すのだ。
風では足を止めないか。ならば矢の雨も降らせてみせよう。それが自分の任務だ。
ち取ったり。大変だよ。私がまとめて始末する羽目になるじゃん。その首もらい受ける。いざ。迷路みたいで面白いね。どっちに行こうかな。当たれよ消去殿。やはりあなたは大人物だ。俺に任せろ。両毛殿、ご無事で何を。これでいいだろう。やっと合流できたというので険しいな。一撃で。早くここを抜けてしまおう。一撃で。俺に任せろ。御宿殿たちも苦労されているだろう。これでいいだろう。合流して力を合わせるのだ。はい、両毛殿、急ぎましょう。ここで構えていて正解だったでしょ。資源も市場も成長したのずーたーだけ。ましてや我が夫は。人間万能というわけにはいきません。それにあれこれと気をもまずに済む分、ここで戦えてよかったかと。ああ、なんて賢いの元気殿。どうかあのバカ息子を見捨てないでやってね。市場殿はおっしゃるほどダメでは。多分ですけど。気を使って私たちであの者らを召してしまいましょう。はい。あなたは5分のお頭。文武両道。ずいぶん緊張感がない様子。今私のことバカにしたでしょ。活躍に学ばせてもらいますぞ。ここまで追い詰められるのはかえって新鮮。また会えたらいいわ。敵将討ち取ったり。
勝打ち取ったり来たか孫悟空弓兵構え奴らを投資ごと射抜くのだ私に抗ういいだろう身の程を思い知らせてやるいいよこっちにもいいものがあるんだゆっくりしていってくれよな余毛と俺は任せ芝生の連動を黙らせるぞこれでいくぞお前は芝生を取る文具両毛
私も見習わなければ。発動せよ。我がコラを倒してきた。自らの手で葬ってくれよ。すまんな、お前たちは邪魔なのか。孫悟の天下のため、序南は取らせてもらう。ここで承知なさせる。この勢い、選ばれに。もう止められますまい。覚悟をしてください。俺に任せろ。これでいいだろう。これしかない。道は開けば。今が好機。今は引こう。最後に勝利するためにな。敵将討ち取ったり。その武将どもがサルジエでこの私を出し抜くとは。吠えずに逃げた方がまだ潔いと思うがな。追いますか。いや、もう皇族が合流する。ここは全軍で体制を整えよう。ん、うまくやってくれたようだな、ロシク。おう、周遊殿。あいつらの奮闘あればこそです。お前の背を追いかけてきた者たちは皆ひとかどとなったか。それを言うならば、俺は周遊殿の背中を追ってここまで来ました。嬉しいものだな。人がつながり、志が受け継がれていくことは